皆さんこんにちはウェック専任講師の佐と申します、えー、今日はですね、えー、社労士のまあ、構成の方のためのですね、えー、講師別オプション講座ですねで、私が担当いたしますのは一般常識徹底解説講座という講座なんですねで、この講座に関してですね、えー、ちょっとね、えー、お話しさせていただきたいと思いますよろしくお願いいたしますはい、えー。まずね、えー、この一般常識徹底解説講座なんだけれども 一応ですね企画としてはね2時間半の講義まあ途中10分ね休憩挟みますけどねこれがトータルではですね662でね14コマ、ね、によって構成される講座になります大きくね3つにね、まあ、パーツが分かれとおりましてまあ第一編というかね最初が築城解説編というところですね次に2つ目がですね。 えまあ基礎知識編でそれぞれがね2時間半の講義都合をね6コマ6コマでね構成されておりますねそしてえまあ3つ目がですねこれあの過去問のね解説ですね過去問解説とあとはね少し最後の方で出題予測ですよね、えー、まあ56回試験に向けてね出題予測と言うんですけど当然まあこのね講座のタイトルを見ても分かるように一般常識徹底解説講座ですからね もう中身はですね、えー、まあ,あ開けてもくれてもね一般常識ね、えー、労働一般常識あとまあ社会保険一般常識ね、えー、特化した組み立てになっております。じゃあ具体的にね、えー、築城解説編とかね基礎知識編と言われてもね、えー、一体何やるんだということなんですけれども、えー、まあこれに関してはですねあのまあ皆さんですね、えー、こういうですねあの中上級コースのね、えー、まあ パンフレットですね、えー、まあお手元にお持ちじゃない方はねデジタル化されておりますんでねレックのまあホームページでからね入っていけば分かるんですけれどもこれのね24ページねここにまあある程度ねイメージが湧くようなものがね載っておりますんでこれをちょっとね、えー、まあしながらねお話してまいりたいと思います。はいまず1のね築城解説編、まあ、2時間半6回なんですけれども これはまあ取り上げるのがですねまず労働契約法これはね2時間半2コマで労働契約をかなりまあやば深掘りしますね。で次がですね均等法とですねパート有期労働法と言うんでねこちらはまあ両方合わせて2時間半2コマという構成に乗ります。そして一番最後はですね社会保険労務手法ですねこれまあ労働契約法と同じくですね え2時間半2コマということでねで、まあ、この3つについては「あ築城解説編」ということでですね基本的にはの条文のとね、えー、まあその解釈というような形で、えー、そもそもね、えー、教材が構成されているんですよね。えー、まあちょっと最初にねこれ労働契約法のねところの第1条のね解説の部分ですけどこういうように条文がね 基本的に条文そのものなんですね条文そのものもをこういうふうにまず最初に出してそれのまあ趣旨だとかね解説といったような形でですね、まあ、条文の解説をね行っていくとそういうコンセプトになります。でちなみにね労働契約法は条文の数が非常に少ないんですべての条文をね取り上げて解説いたします。 それに対してですね、えー、まあ均等法有機,パート有機労働法とかね社労士法に関してはとてもね全ての条文をやっている余裕がないので重要な条文に絞ってねやってきますんでね、えー、例えば、まあ、これはあこんな感じですよねはい、えー、これはまあねえー、パート有機雇用労働法のね、えー、部分になりますけどねここも当たり前ですけどね第一条目的条もこういう飛ばすわけにいかないよね結構長ったらしいんだけどね 目的条文から入って当然ねそれぞれの条文の趣旨とかねこういったものをコメントしてあるとこういうね条文に即したテキストを使うので特にね選択式対策という点ではね非常にまあね安心ができるんじゃないかと思いますよね。はいでまあこれがね築城解説編全部でね2時間半で222でねトータル6回になります。 次がですね2といたしましてね基礎知識編ねこれはまあ必ずしも築城解釈ね築城解説の形は取ってないんですけれども,ももちろんね比較的まあねイメージ的には条文を重視してねやっていくんですけどね基礎知識編が全部で6回あるよということでねこれはまあ各回ねテーマ1回でね完結なんですけどねまあ一番最初がですね 労働施策総合推進法と高年齢者雇用安定法ね、えー、これまあ合わせてね一、えー、コマで2時間半ということだよね、えー、次にね、えー、結構苦手としている人が多いよね労働者派遣法の基礎知識ですね、えー、3位ね、えー、これはまあ私のある意味は得意分野でね自信作なんですけれども労働組合法の基礎知識とえ言うんでね でまあ労働組合法なんかもですねまあ実は先ほどのね労働契約法もそうだったんですけれども結構あの判例のね絡みが重要だと思うんで結構テキストの中にはねこういうような形で参考判例ということでね結構判例がですね労働組合法なんかはね一般のテキストに比べると詳しくね載っております。で無論ね先ほどお話ししましたあの労働契約法なんですけどねこれも実はですね 条文のね築上解釈だけでなくて最後にねこういうその他の重要判例ということで個々の条文に紐付けられないようなね条文ですね判例ですよねこういったようなものもですね紹介してありますんでね近年の、ね、判例が重要視されるとこういうね傾向にも当然適用できるようになっております。 次に社会保険の関係がですね3つありましてねまず最初が国民健康保険法の基礎知識さらに介護保険法の基礎知識でこれらのね国民健康保険法だとか介護保険法というのはねもうある程度勉強が進んでいる方はご存じだと思うんですけれども択一式のみならずね選択式でも結構ねよく出るというところなんでねやっぱりそれぞれね一回ね時間をとってですね え2時間半2時間半ということでね、えー、ポイントを押さえていくということですね。えー、そしてえ最後はね、えー、これも私の一つの自信作なんですけれども社会保障制度の歴史と現状ですよね、えー、健康保険法の発足に始まる社会保障制度の、ね、歴史でもう歴史だけでですね1時間な半ぐらいかな、えー、講義しますよ。ででその後はねね現状とということで、ね あのここで言うですね、えー、まあ現状というのはですね制度のいわば実態ということでねいろんな年金関係だとかねの統計ですよねそういったあの社会保障に関連する統計もね、えー、この最後のところね歴史と現状のところではですね、えー、紹介するということでねまあ歴史がそうだなさっきまあ1時間半と言ってからそれはちょっと大げさでね 最初にそもそも社会保障とはとかねその辺の話もしますんで大体まあ1時間ぐらいですかねえまあ半分ぐらいはね実質まあ歴史の話だとういうことになっております。はいえー、そしてですねえまあ3つ目のパーツになりますけれども「過去問解説出題予測編」とありましてね「労働一般常識が1回分」「社会保険一般常識が1回分」なんですけれどもえこういうねまず過去問なんですけれども過去 直近の試験も含めて過去3回分ですねですから第53回54回55回、ね、この3回分の過去問のです、ね、解説の選択択一、ね、両方を、ね、行ってそしてそれぞれね、まあ、過去問解説がメインなんだけれども最後のところでですね56回試験に向けたです、ね、出題の予測こういった論点が危ないぞっていう話ね。 えこういったものをね、えー、していくということでですね、えー、講座がね、えー、もう企画されておりますはいでこの講座なんですけれどもあのいつごろからね、えー、まあこれまあ通信限定なんだけどねいつごろからまあね DVD だとかあるいはウェブで見れるのかということなんですけれども築城解説編と基礎知識編はねもうすでにねスタートしてますよね。えー、もう 地上解説編については10月の16日からさらにですね基礎知識編の方も11月の20日からはですね視聴が可能になっております。でまあまだ未完成なのがねこの3でありましてね過去問解説出題予測編ねこちらの方はですね2024年のの 1>, 1月29日にね、教材発送、またウェブの視聴とかもね、可能になるという予定でね、動いておりますんでね、ですからもうかなりもう1月中にはですね、すべてのね、教材が、まあ、皆さんのところにね、まあ、届くと言いますか、大体そういうね、イメージになります。よろしいでしょうかね。でね、まあ、はっきり言って、これあれですよ。 来年というかね2024年に初めて受ける人はねなかなかここまではね手が及ばないというのはねもっともだと思うんですね。ですからまあイメージ的にはですね2年目とか3年目ねあるいはまあそれ以降の方ですよね。まあそういった方で一般常識以外はもうそこそこね受かってもいいぐらいの秩序があるんだけれどもまだちょっと一般常識は不満が大きいというような方はねぜひこの講座を受けていただいて。 一般常識のね苦手意識を克服していただいて、ね、第56回、ね、2024年のね車道試験にぜひね一般常識を、ね、得意にして受かうということでね臨んでいただきたいと思います。よろしいでしょうかね。それではですねこれをもちましてですねまあ一般常識徹底解説講座ねこの私のオプション講座のねご案内ということを で、えー、終わらせていただきます。皆さん頑張ってください。